はい、皆さんどうもこんにちは、ライナーズです。今画面の前に映っております車両は京成の3000型です。今回は京成のネタということになるんですけども、まあライナーズといえば、まあ京成がねすっごい大好きな、まあ、鉄道オタクなんですよね。まあもう子供の猫がもう小さい時2歳の頃からもう京成を毎日見ていて、で運転手さんに手を振ったりしたら警笛を鳴らしてくれたり、車掌さんに手を振ったら手を振り返してくれたりなどですね、たくさん京成さんにはお世話になりました。まあ今回はですね、まあ京成のネタということになるんですけれども、こちらは京成本線の東中山駅です。まあ業務案内ではね、東中と言っていて、まあ東中発車とか東中停車、次は東中停車とかって言ったりもする駅なんですけれども、この東中山駅は中山競馬場の最寄り駅としても知られています。他にも京成本線で船橋競馬場駅、まあ競馬場とか、まあそう、まあそういうまあ施設があるとこが、まあ京成とか京急の沿線はたくさんあるんですけども、逆に東急田園都市線とかにはね、ないですけどね。でも今回はそのような京成の路線であるこの東中山駅が今回リニューアルを行われたということで、今回はその調査、リニューアルをですね、実際にどのくらいリニューアルされたのか、京成のね、本気をね、見せてもらいましょう。まあ、スカイライナー、在来線最速160キロとかやってるわけですからね。まあ、それぐらいできるでしょうということで、今回は東中山駅のリニューアルの調査してみたいと思います。まあ、このような僕も、まあ、リニューアルとかそういうのも大好きで、もう新しいものすっごい大好きなので、あと駅の構造とか、毎日この駅はこういう構造にした方がいいんじゃないかとか、あと、京成の千葉線という構内踏切ばっかりあるから、まあ、構内踏切をなくして、一つでも踏切をなくした方が、まあ、事故とかもねなくなるんじゃないかということでね、まあ、京成の稲毛駅とか幕張、京成幕張駅など、まあ、どんどん改良工事をですね、どんどんこう妄想でやってるんですけども、まあ、今回東中山駅がリニューアルされたということで、今回は東中山駅についてご紹介しようと思います。では最後までよろしくお願いいたします。まあ、いきなり早速ですが、番線表、京成上野押上方面、まあ元々ですね、上野押上方面、京成を省略して案内していたんですけども、最近はしっかり京成を省略しないで正式駅名で案内するようになったんですね。京成船橋だったら船橋じゃなくて、しっかり京成船橋という表示になりました。でもこの発車表は、まあ、リニューアル前からあるんですけれども、しっかり京成上野ではなくて上野、京成を省略して書いてある、これは結構名残がありましたね。まあ、こういう案内もだんだん消滅していくと思いますから、今はですね、まあ、取り時と納め時と言った方がいいんじゃないでしょうか。で、こちらはですね、ホームの柱はこう手すりがついてる、ホームの柱にこう鉄の間の丸くね囲って、まあ、手すりがついてるというのは珍しいかと思うんですけれども、まあ、これは耐震補強の工事だそうです。まあ、リニューアルの他にもやっぱり地震に備えたりとか、やっぱり駅というのはやっぱりその公共の施設、公共の場なので、やっぱり耐震工事など地震に強い駅にしないといけません。この東中山駅、京成電鉄さんの方は努力されて、今回このリニューアルと、あとこの耐震工事なども万全に行いました。で、こちらの駅名表なんですけれども、しっかり隣の駅が京成西船、そして京成中山ってあるんですね。で、昔はリニューアル前は西船中山と書いてあったんですけど、こちらもしっかり京成をつけて、正式駅名で案内するようになりました。番線表も同様です。京成上野押上方面。まあ、これは本当に今京成はやっぱりリニューアルを行っている駅、隣の京成西船駅も、まあ、昨年度リニューアルを行ったんですけれども、しっかり京成上野、京成成田とか、まあ、京成千葉とか、しっかり京成を省略しないで正式駅名で案内されていましたので、まあ、今後はもう正式駅名で案内されるかと思います。まあ、最近というか、まあね、もう1年前の3月頃に、まあ、自動放送、京成の自動放送が行われた時も、あれ京成ってつくんだってすごい驚きましたけどね。まあ、AE9 編成の時に、まあその高校幕が京成上野となった時から、あ、京成ってつくんだとかと思いながら、まあ結構、まあ京成の、まあね、歴史の1ページというかね、まあそれをね、開いたような、まあ、感じではないでしょうか。リニューアルされたのはホームだけではなく、コンコース、改札階の方もしっかりリニューアルされたそうなので、そちらも行ってみたいと思います。これ本当に東中山、本当に遠中か。
いやーこれ本当に申し訳ないんですけど、結構古かった駅なんですよね。こんなに形成が進化したとは。いやー本当に形成ももう東急っぽくおしゃれになりましたね。いやーおしゃれになってないかわかんないんですけど、でも壁周りとかこういうなんていうんですか、こういうもう日頃から使ってる駅をですね、積極的に今京成はリニューアルを行っているんですね。東中山駅の一つお隣の駅、京成西船駅も昨年度リニューアルを行いました。そして中山競馬場の最寄り駅ということだから、中山競馬場のポスターなども設置されていましたね。いやこういうのはですね、新たなこう何ですか、こう地域の施設との、まあ、連携ということで、京成もですねうまく頑張っていただけたらいいなと思っております。で、あまり不動産情報、京成不動産の仲介情報など、まあそういうですね、まあポスターとか、まあそういうポスターの枠、まあ貼るところがあるんですけども、まだ貼っていませんでした。ポスターもね、順次募集中みたいです。まあまだ本当に新しくなった駅ですから、もう新しくなったその当日に僕来ましたから、まあその前はですね、一回降りた時は、もうすごい工事をね、ガンガンしてて、こちらからお通りください、お気をつけてお通りください、みたいなことをね、言っていたのを思い出します。で、これやで、これすごいですよね。立体型の、立体的にこう見える。東中山 KS って書いてあるな。京成線ということか。本当にこれはすごい。いや、これ立体的に見えるっていうのも、京急の、まあ、羽田空港国内線、いや、国際線ターミナルか。今、羽田空港第3ターミナルって駅名なんですけども、そちらでもね、確か、そのような立体型のなんか、ピクトグラムみたいな案内図を確か行っていたと思います。まあ、そういうのもあって、まあ、京成もですね、まあ、やろうという試みになったんでしょうか。特にこの駅前ロータリーとかはあまりこういう何ですか、昔ながらのところで、まあこんな広く取られているんですよね。中山競馬場なんかレースとかそういう開催時はここから京成バスの臨時シャトルバスが出るそうです。まあ無料バスですから、東中山からまあ何ですかね、中山競馬場へのまあアクセスの駅としてもこちらになっております。まあそうなったらね、結構乗降客数多いんじゃないでしょうか。日常まあ日頃的には6000人ほど乗降客数が多い駅になります。乗降客数が多いで乗降客数がある駅です。まあ快速が停車しますから、まあ快速と普通列車のまあこういう対比できるところでもあります。まあ東中山でよく普通列車との対比を行うところでもありますよね。でも今回この東中山駅リニューアルした駅を見学して、京成ってこんなにできるんだなってもう改めて思いました。本当に僕もね、もう今まで以上に京成がね大好きになりました。皆さんもぜひですね、まあ、東中山駅機会があれば行ってみてはいかがでしょうか。他の京成電鉄、京成線の駅もこの東中山駅、京成西船駅みたいにまあリニューアルをされたら、まあその地域の住民の方々は駅をねいつも利用している方々がまあ気持ちよく毎日のまあ通勤通学が送れると思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。